こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回はサブアカのガチャ券ぶっぱいきましょうということでですね、サブアカが先ほどこのダイヤのエースのガチャを引き終わりました。結果まだ見てないよという方はぜひ、コメント欄か概要欄の方にリンク買っておきますので見ていただければ嬉しいかなというところです。で、その結果を受けて、まあ、この R ガチャ券、PR ガチャ券、引いては SR、PSR、10% 券系を全部言っていいんじゃないかという判断です。で、今この春の大感謝祭大ガチャで、まあ、パーチャマの合わせとか他の厳選26キャラで復刻キャラも多いですし、まあ、何よりこのダイヤのエースの沢村の PR とかね、 SR なんか出ようもんなら、まあ、速攻で解放ができるので、まあ、そういったところで、まあ、ここは使い時かなというふうに思います。で、RPR はまあ10連ずつバーっとやってサクサク進められればいいかなと思ってますので、ぜひお付き合いいただければ嬉しいです。まず7枚からいきましょう。で、こういう時に出るからね、普通に。まあ、引けば、祈れば来る。限定キャラの R とか PR とかを集めておきたい。スバル。おー、PR、しかも2枚出たな。しかも2枚出たな。あ、せか3枚出たな。上位3枚出ましたね。すごいいい確率ですね。R ガチャ券で上位3枚出ました。だ、限定キャラは、引っかかんなかったっすね、1枚も。さ、17連目か。難しいな、言い方が。行きましょう。波数があるとどうしてもね。これ、サバカも、ホンアカもやった方がいいのかな。PR ガチャ券カンストしてるんですよね、ホンアカ。限定は出ないけど、これなんか PR ガチャ券引いてるのかな、僕。PR ガチャ券引いてるのかなってぐらいなんか PR めちゃくちゃ出ますね。半分以上 PR でしたね。はい。間違えました。さあ次行きましょう。もう30連目って言いますね。難しいんで。難しいんで。さあ来い。雷。なんか PR ほんと出ますね。こんなに PR 出るんだ。てかもう半分 PR 出るんだけど。はい。まあ、石神とかも出たし、虹谷も出たしって感じですね。行きましょう。これも PR で起きてくれるとめっちゃ嬉しいんだけど、SR バンバン出るみたいな。あるのかなぁ。まあ、限定キャラの RPR を集めましょう。暗転しないってことはそんな来てないってことだよ、多分。まあ、石神とかちょっと来たけどね。はい。まあ、もう一丁いきます。もう一丁いきます。まあまあ、ここはもう全部行くつもりで来てるんで。いや、PSR、沢村来ないかなぁ。フルヤとか。めちゃくちゃ嬉しいけど。うん。ビクター。全然出ないけど。レンちゃん。お、朝髪、ありがたい。めちゃくちゃありがたい。ありがとうございます。さあ、次、PR 行きましょう。まずは3枚ガチャあります。こう、合わせパジャマ欲しかったりするなぁ、そして。まあまあ、SR はさすがにそんなに、やすやすとは、お、王子佐伯出してくれないっすね、さすがに。行きましょう。いいよ。これなんか、50連引いたらさすがに1枚くらい出たりするんじゃない？今の感じだと。出ないかな？あーまあ、黄色いっすね、さすがに。さすがに黄色いっすね。お、大きい。闇の。あ、アンヌ。結構タイムリーっすね。あとは、まあという感じですね。さあ、20連目行きましょう、PR。いや、出てもおかしくないよ、本当に SR。さっき出たからね。いっぱい。さあ、来い。あー、来ない。お、沢村。これは、ワンチャンある。沢村出ましたね、しっかり。あ、アンヌも出ました。沢村通ってくれたらめちゃくちゃありがたいけど、これ。さあ、次行きましょう。沢村出るんだったらちょっと待っとけばよかったな。沢村を取っとくっていう方向もあるな。むしろ。お、野球マン。野球マン50。あと1なのでチャンスなのですげえ、おお、すごい嬉しい。テンション爆上がりなんだが。黒金勢多いなーっていうのと石神出ましたね。ありがとう。これ結構収穫あるな。さあ、次行きましょう。まあ、収穫がありやすい時期ですからね。限定キャラいっぱい来てるんで。今が引き時です、おそらく。
SR は出ないか、さすがに。なぎちゃんよく出るな。おー、いいっすね。明神、初ゲット。PR ですけど。明神も SR でいいんで欲しいですね。いつか。今回はガチャ引かないつもりなので、あれですが。さあ、ラスト10連ですね。行きましょう。さあ、来い。ダメか。さすがに出ないか。ただまあ野球マンがありがたかったのと、あ、クロスチャンとかも出ましたね。ジャベリン、ナイス。まあ結構いいんじゃない？結構まあ自分の中では良かったかなと思います。さあ、10% 券いきましょう。お！嘘！虹来たってことは、これは確実に SR ですね。さあ、来い。当たり引いちゃえ。おーは鈴本。まあまあまあ、こんなもんですよね。ちょっとテンション上がっちゃったけど、鈴本だったわ。はい。20% いきまーす。くそ、10% 引いたのにな。まあ、これは出ないっすね。30% は出てほしい。あ、おー、大和だ。ありがとう。30% は正直出てほしいよ。いきましょう。まあ、ここで乱数調整で、次、E の引くっていうパターンもありますからね。蛇島、浅上、小高。なんとも言えんな。いやー、これは、頼む。マジで。1枚ぐらい当たり、混ざってもいいよ。お願いしまーす。1枚ぐらい当たり混ざってもいいよ。お、社長からの牙お、寺道。あ、これは当たり。これは勝ち。これは勝ち。これは勝ちからの PSR ガチャ券もいきます。これ826ログインで、ようやく僕も1枚手に入ったって感じですね。お願いします。来い！鮮度が大事。鮮度が大事。収穫して結構すぐ。鮮度が大事。鮮度が大事。本当に来たから、この前。お、おー、ちょっとなんかこう、なんとも言い難い、形容し難いキャラが出ましたね。モードが出ました。まあ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 、どこかで使う可能性も、まあ円卓強化だね。使う可能性もあるので、まあまあいいでしょう。あ、まあこんなもんですよね。はい。ということで、すべてのガチャ券を引き切ったかなと思います。まあこの辺のね、パープロ V2020 ガチャとかもあるので、まあ引けるだけ引いちゃいますか。せっかくですし、これ多分もう動画出さないしね。これさ、何出るの？闇のとか出るんだよね。すごいよね。あ、めっちゃ出るし、しかも。おー、イザヨイルナ、ありがとう。普通に嬉しいわ。ゲド。マグロ。ははなるほどね。はい、これだけ引き切っちゃいます。で、沢村と野球マンがちょっと出たの。まあ、その辺の解放をして終わりましょう。2枚。立川。おー、はいはいはい。で、終わりかな。うん。終わりですね。まあ、いろいろガチャ券はまだ残ってはいるんですが。沢村一応出ましたと。沢村の PR 出ましたと。これを博士像で確実解放して、まあ、ぶん投げて解放するのか、まあ、45にしたいよね、とりあえず。沢村に関しては。まあ、限定キャラでもう二度と来るかどうかわからないキャラっていうのもあるので、まあ、そこはちょっと考えどころかなとは思います。まあ、45は作れるって感じですね、なんで、最低限。っていう話と、あと野球マンね。野球マン出てましたもんね、ちょっと。PR が1。1いるのか。むしろ。R で解放とかしなくていいかな。まあ多分しなくていいんじゃないのかな。まあゆっくり解放するか、もうぶん投げるか。ただこれは50目指したいキャラクターでもあるので、野球マンに関してはね。
どうしよっかな。結構悩ましい。一応 SR が今プラス 2? プラス2にはなってる。まあなんか野球マンもゆっくりでいいんじゃないかな。そんなに今なんか焦ってぶん投げる必要あるかっていう。まあ50になったとしても仮に今使うかどうかわからない。まあちょっと沢村のところだけはちょっとこう PR のガチャ券使うのかとか、あとはまあ、青銅高校をプレイすれば、選択権入ると思うので、まあ、そこでね、解放とかしてくれれば、まあ、それでいいのかな、なんて思っていたりもします。なので、その辺もうまく活用しながらいければいいと思うので、まあ、ここは一旦ステイにして、終わりたいかな、と思います。結構こういう感じで、ガチャ券系は、復刻キャラクターがね、多い時にぶっ放すと、割とこう狙いキャラが出たりもするので、そんなのも、ぜひ皆さんもご検討いただければいいかな、という感じです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。